では16番ホール108ヤードパー3です。3、はい、バーディーチャンス。バーディーチャンス。9番アイアンですか。ちょっとさっきの反省を生かして今7番持ってます。あ、でもそうだよね、はい、そう、本来9でちょうどっぽいけどなんか風かなんかの影響で。そうなんです。あと、ね、なんかちょっとさっき測ったら114ってあったので7番持ってます。はい、はい。いいリアクションですよ。うわっつってた、なんか奈々ちゃん、こういう時はね、はい、このタイミングだったらね、はい、僕だったら、うん、ご飯食べて後半頑張ろうって切り替えちゃう。あ、ね、もう今日のご飯何食べようかなって思っちゃう。ナイスです。オッケーです。はい、ありがとうございます。では、17番ホール339ヤードパー4です。曲がっちゃったけど、でも戻ってくると思うよ。結構どうだろう、傾斜強いから。そうですね、ちょっと見に行ってみます、うん、あったのでここから打ちます。よかった。あ、うまい。どうだろう、いい。結構近いか乗っちゃったかもしれない。そう、まっすぐだとちょっと、ね、はい、グリーンは乗んないいいとこだったんだけど、そう、そう、いい感じで。すごい。またいいとこまで来ました。いいとこ。あれだね、風が強いからこの葉っぱみたいのがね、しょうがないのかな。結構強いよね、風ね。なんか音がなんか台風明けみたいな音してるもん。結構強い。OK です。はい、すごいですね。何なんだ何なんだ何なんだ。では、また早速
コメントを読んでいきたいと思います。これは前回と同じ動画ですね。12月4日のやつで、松田敦さん、ウェッジ欲しいというコメントもらってます。ありがとうございます。ウェッジそうですよね、なんかみんなウェッジとか探してる方はぜひ PGA のイルマ店に行ってみてくださいみんな埼玉なんだみんな確かに違う店舗さんもいっぱいあるか。そう、お近くのところぜひ行ってみてください。フィッティング結構良かったです本当に。はい、今度はゴルフどうでしょうさんゴルフどうでしょうさん、メディア発信では数少ない貴重な内容ですね。さらに半日程度カットしてあげればいいことないな。あ、確かに。これはぜひとも一般女性ゴルファーに広まってほしい。ただし購買意欲が男性とは違うので少数派にしか響かないのが現実です。うん、まあ はい、クラブをね、そうだよね、そんなにこうこだわ、男の子は結構ねそういうの好きだからね、ギアはね。うん、そうですよね。私も本当に最近までずっと同じクラブを使ってたんですけど、でもクラブやっぱ自分のお気に入りのクラブ見つかったらすごいもっとゴルフ楽しいなと思います本当に。次は、慎吾山下さん、純社長、仮カッコ社長、はい、あれ山ちゃんなんか急に気前が笑うそう、ね、コメントでそう、まあはい、あの山ちゃん気前が、はい、そうちゃんと純社長にあのお伺い立てておりますんで、はい、純社長ありがとうございます。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 本当に東京はどこだ、あっちか、東京は。あっちですね。じゃあチームいて、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。純社長ありがとうございますはい、そしてしいたけさん、かわいい、なんか小人と巨人これは多分私と山本店長ですかね確かにそうですね、間違いないですね。率直だね、はい、感想がそこかでも見てくれてるってすごいありがたくしてさ、やっぱコメントもさ入れてくれてさ、はい、なんか本当に傷ついちゃうのはさ、うん、ねちょっとちょっとしょぼんだけどさ、はい、いや全然っていうのもいっぱい来ちゃっても困るけどそうでもね、はい、うん、あの見ていただいてるからね本当に嬉しいですね、ありがとうございます。小人なりにちょっとね飛ばせるように日々頑張ってるんですけど、そうですね、並んだら小人ぶりがより発揮されちゃいましたねはい、ということで皆さんコメントいつもありがとうございます本当に。で早速今度パー3行ってみたいと。前半最終ホールですね。そうですね、18番の18番パー3ですね。言いましょう、まゆちゃん、いきましょう、はい、後半につなげましょう。はい、はい、では最終ホールですね。18番110ヤードパー3です。104ぐらいだったので風もあるので9番で打ちます。よし、ナイスオン。よかった、ありがとうございます。わー惜しい。うん、よかった。あとちょっとね、だった。じゃこれ最後だから入れよっか。入れますよ。真剣に真剣に。はい。よし、パーです。ナイスパー。ありがとうございます。じゃあ後半、はい、ちょっとご飯、美味しいご飯食べて。はい。後半行きましょう。そうですね。元気いっぱいで後半やっていきたいと思います。はい。Thank you.